えーとね、簡単に言うとね、今ね、百何枚あの絵描いとんだけど、一括全部欲しい人はあの、百万で売りますわ。一個一万やね、計算すると。で、五十枚でもいいよ。適当にあの、送るから、五十枚。中選んで。で、俺の絵ね、あの、田久保し援の YouTube 下の方見てください。あの、なぜやね、百万というかとね、 ある、ある、例えばベリベルリンのね、<laughs> 説明するとね、ベルリンの、そこまでね、使うけど、人物画がね、あるところで売ったら、オークションで売ったら75億円ついたそうですわ。人物画も、わしは書けるけどね、まだやってないけども。だから、つまりね、あの、なんつうかな、ちょっとしたあの、それとね、あの、キャラクターの女の子の絵でもね、オークション、オークションしたら600、 何万で売れてます。それ、どっかで、それ教えないけどね。そういう本があるんですわ。だからね、あの、ジミー大西とかね、35万で売れたとかね、えっ、ー、と、トロサーモンが100万で売れたとかね、絵見てください。ちょっと真面目な話だけどね。そういうところで多分売ってるんですわ。で、ジミー大西の絵はメルカリとか売ってますわ。それでね、俺はこの企画はあったけどね、なぜ100万とか言うとね、 例えば、ヤフー、オークションとかね、ヤフークはないか。メルカリとかね、オークション、オークション出すでしょ。ラクオクとか、え、な、なんだ、モバオクとかね。出すとね、俺の絵は、例えばね、2000円つくとするでしょ。ほいで別の方で1万円つく場合があるからね。それは日本版で、ほいで世界でね、200国くらいあるらしいですわ。本読んどるから。そうだ,だからね、俺の絵をね、あんまり立てた出来じゃないけど、売りにかかると、 一本間違い100万円の値がつくからね。だから1万円で売りますってこと。ほいでね、あの、なんつうかな。俺の絵はね、あの、俺がの許可、あの、お手入れ中許を出すからね。例えばオークションかけて、あなたがあの、サンデーでどうできるかって売ってもいいんですわ。1000円なわしの,の買って、一万で、一万で買ってね。ないとき、ないときに1万2千で売ったりしてね。 もっとないと1個セン売ったら、必要じゃないけど。だから私は、だから、1万円で売ります。10万やったら10万ね。それがね、だからそういうね、簡単に言ったらいいサイムって言うとわかるでしょ簡単に言っと後あって教えないけどね、そういう本があるんですわ。売るところが、ベルリンオークション。そのオークションも金が5万ぐらいいるらしいですもん。だからメアドね、その、YouTube の、 右、右の三角マークか俺のアフリエートだけどね、俺のあの、内容載ってますわ。それとあの、目跡書いておくからお。で、場所はね、大阪市、西成、言うよ。五五、五五、あの、郵送でもいいですわ。五五、目も、目もってね。五五七の、0041、木木は五五七の、0041、七00ね。0041。えへっと、大阪市、言うよ。 大阪市、西成区、西の、なるの区ね。岸の里って岸ってあるんでしょ岸、岸,岸、岸の里。あの、ふるさとの里。岸、岸の里って言うんですよ。農家館で岸の里。え三丁目、一、三丁一の十八ね。三丁目一の十八。マーメイド、これから続くよ。ビルね。マーメイド、カタカナのマーメイド、十八。数字の十八。 3015。301 30ね。これで名前も書いておきます。タクボシゲノリ。で、郵送の場合はね、あの、配送料を俺が出す、出すからね。これで A はね、あの、とか丸めて送りますわ。平らでめから丸めて送りますわ。どっか筒で入れて。ダボールで筒包んでね。ちょっと大きめに筒包んで。これで A、ね、っていうのはね、それとね、お一つ教えるわ。 あの、英文はねあの、俺の絵をね、ポストカードでも売れるんですわ。だからそれにしてもいいしね。もう一つね、なんか、あの、もう一つ、一つ発見したけどね。トランプ大統領がね、自分のあの、トランプのなんとかな、なんとか子供のカードあるでしょう。なんとかカードを作ったらしいですよ。一万四千円。だからそういう方法にもいけるんですわ。だか,だから俺のポストカードも作るけどね。ポストカードってその、 トレカカードか、昨日ブ広で。トレカカードっつわ。足の情報高いよ。だからこんな話しとけど。れ普通の人間はね、これ実現できん。だまず100万かける。あんその話はいいんだけど。ええー、で、住所言ったらな。住所書いとくよ。で、電話番号はどっちだね。これゆ、ゆ、あの、郵便物はこっちから送るわ。もう一回言うけど、大阪ね、西成区ね。 それで、取り来てもいいしね。場所はあの、メール、ールください。そういうことで。100枚で100万円。1枚やったら1万円。10枚やったら10万円。1枚でもいいですよ。1枚で1万円。ね。だからそういう理屈なんですわ。だから1枚で1万。それで、明日ね、俺、なぜこのこと言うかと、明日携帯が入るんですわ。ちょっとね、ややこしい話やけどね。なんとかこんとかという方法があるんですわ。 そこで見たらね、売るところを見たらね、これ携帯で売れるんですわ。あわしやりようったらね、携帯が古いから、それ、動かんのですわ、そこのサイト。で、明日、あの番号付きの携帯が付くからね、明日からやり始めて売るんですわ。ヤフオクからモンバーコから全部、世界の何本200百ラはまた別にしてね。で、金されたつワンオークション、わしの家持って行きますわ。ほいで、一を系で名前出てた、一の京都の京の新幹線の系ね。 けけまあそういう感じですから、一1万円ね。1枚1万円。えっ、ー、と、そんなことポストか。そうそう、そういうとね、もう一つ。売る方法としてコピーがあるんですわ。だから俺の絵1万で買ってね、コピーをね、1枚1000円でも売れるんですわ。だから100万だったら1万でしょ。だから原本があるから、一挙系の。ほん名前も入れときますわ。そう忘れてたらかな。まあそういう話で。で、そのうち工房開くからね。 だから、メアと書いておきます。以上。あの、欲しい方はあの、メールください。これでメールね、俺あんまりちょこちょこちょこ見えんけど、反応あるやつは見るからね。まあ、気長にゆっくり考えて。下手すると儲かるかわからな、ね、い。以上。